いらっしゃいましたか、春日さん。お祈りしてたのか。ええ、あちらが寝れ島のある方角なんです。寝れ島？パレカナの聖地なんです。この先のどこかに浮かぶ小島で私たちの神の名をいただいています。そこに我々の神ネレ神が眠るという言い伝えです。へえ、島が丸ごと聖地なのか。はい、ハワイ王朝の時代から聖地と認められてきたので、現在も島の所有権は教団にあります。手つかずの自然が多く残っていて、ネレ島では我々が理想とする究極の暮らしが送れるんです。究極の暮らしか。贅沢三昧って意味じゃねえんだろうな。当たり前でしょ。ただネレ島に足を踏み入れることが許されるのは教団の代表をはじめ、徳を積んだごくわずかな教徒に限られるんです。かくいう私も実際のところネレ島に立ち入るどころかこの目で見たこともありません。私もいつかは博に認められたいものです。博？徳を積み信仰心が認められた教徒にのみ贈られる称号ですよ。教祖様から博の称号を与えられた教徒だけがネレ島で暮らすことを許されるんです。あんたは選ばれてねえのか。こんな熱心に活動してるんだしよ。僕の信仰心なんて雑念だらけですよ。そもそも博に選ばれたいと願っている時点で不純です。地上の楽園ハワイのそのさらに中にある楽園の中の楽園か。あかねさんも博ってのを目指してたのかな。まさか。あかねさんは私と違って我欲に動かされることのない人です。見返りを求めてなんてありえません。ただん？あ、いえ、以前あかねさんに伺ったことがあるんです。なんであなたはそこまで献身的に他者に尽くせるのかと。その時彼女言ったんです。罪滅ぼしみたいなものかもしれないって。罪滅ぼし？なんだよそりゃ。荒川って人を振ったことにか。さあね、これもぜひ本人に聞きましょう。だな。それでは奉仕活動を始めましょうか。ふう、だいぶ綺麗になったな。あかねさんが見てた景色か。うわっ。なーに黄昏れてんのよ。脅かすなって。どう、手がかり見つかった？え、いや、ちーちゃんは？こっちもなし。くどくばっかり積み上がってくね。このままだとあかねさん見つけるより前に博になれちゃうかも。そうかもな。一番はさ、の？あかねさんに会えて、あかねさんがもし一番のお母さんだって分かったらどうする？ああ、どうもしねえかな。別に母ちゃんなんて呼ぶつもりもねえし、エマントがこれを届けてやりてってだけだな。そっか、いいな。一番は。え、何がだ。私の家のこと話したでしょ。藤宮家のこと。私は家とか家族とか血縁とか大嫌い。そういう一般的には綺麗に聞こえる言葉が私の人生をずっと呪いみたいに縛り続けてる。だから
一番の生き方がすごく自由に見える。ごめんね、金持ちのないものねだりなのは分かってる。なあちーちゃん、家出しねえか。はい、家出だよ家出。手伝うぜ。俺組で夜逃げの仕事を手伝ったこともあるんだよ。ちょっとこれでも真面目な話をしてたんだけど。俺も真面目に話してる。ちーちゃんが家から出て自由に生きてってんなら手貸す。富士宮家ってのがどんなもんか知らねえが、そいつらの手の届かねえ場所にちーちゃんを連れてってやるさ。ちーちゃんは命の恩人だからな。そんくらいお安いもんよ。あのさ一番ん、そのセリフほとんどプロポーズだよ、わかってる？え、あ、なんでそうなるんだよ。いやいや、そう受け取るのが普通だって。マジかよ。プロポーズって言葉はトラウマなんだよ、もう。はあ、やっぱ俺が分かってねえとこで怒らせちゃってんだろうな。ちょっと勝手に落ち込まないで。おお、悪い悪い、心の古傷がばっかり開きやがってな。変な風に聞こえちまったんならすまねえ。言葉のあやってやつだ、忘れてくれ。でもよ、ちーちゃんの力になるってのはマジだ。そいつはできれば忘れねえでくれ。あっそ、こんなバカ初めて見た。あ、どうした？ありがとうございます。皆さんのおかげでいつもより早く終わりました。どういたしまして。綺麗になったビーチって気持ちいい。一番。あ、どうした？ありがとう。あ、それはそうだけどよ、なんか見つかったか？茜さんの手がかり。例えばよ、海岸でゴミ拾いしてるふりしてボートで海へみたいなことできねえかと思って調べてみたけど、この辺は見晴らしが良すぎるし、浅瀬が続いてるからここから船でどっか行ったってのもなさそうだったぜ。へえ、結構真面目にやってたんだ。えらいえらい。偉そうにすんな。おめえはどうだったんだよ。まずないとは思ったけど、茜さんの持ち物とかが落ちてないかなって見てたけど、やっぱりなかったね。こっちも収穫なしだ。何人かに話を聞いてみたが、めぼしい話は聞けなかった。カロンさん、茜さんが日課にしてた活動、あと一つあったんだよな。はい、町の見回り活動です。ハワイは比較的安全な州ですが、それでも犯罪と無縁ではありません。私たちは酔った観光客やたむろする少年たちに声をかけて回ってるんです。そんなことまでしてたのか、すげえ人だな。 OK、 じゃあそこで手がかりが見つかるかもね。頑張っていきましょう。もうなんだよ、急に張り切り出して。そう、いつも通りだけど。俺たちにもその見回り手伝わせてくれ。どこを回ればいいんだ？今日はアロハブリッジ付近とアートウォールズを見回る予定です。まずアロハブリッジ付近から始まりますので、そちらに向かってください。現地に担当のロメロという者がいるので声をかけてください。私は後処理があるのでアートウォールズから合流できればと思います。ロメロだな。了解、任せとけ。ヤドカリがいるな。いつも家があるってちょっといいよな。すぐに帰れるし、
これ帰るっつうか、そこが家だしな。それなりにでかい階だと、人の家にすりゃ 4LDK に匹敵するのかな。でも 4LDK 担いで歩くってなかなか根性と体力いるな。だが 4LDK 階に住むってのはステータスだぜ。気合が入るってもんなんじゃねえか。なんだ 4LDK 階って。俺らも頑張って鍛えていい家に住めるように精進しねえとな。でもあれって持ち家なのか、賃貸の可能性はないのか。ああ確かに、宿借りっていうくらいだし、借りてんのかな。こんなに宿借りの家事情について語る人たち初めて見た。